はいどうもミスターはいどうもミスター X です。今日が2019年の8月10日ということで、まあ、いろんなシリーズ動画を、撮っていこうかなと思ってます。でその中の一つとして今回は36歳ですね。私ミスター X 36歳で、まあ、35歳から36歳にかけて1年間継続して、まあ、トータル100万円以上ですね稼いでみて分かったことというお題ですね、まあ、35歳から36歳、まあ、30代中盤ですね。で1年間継続してトータル100万円稼いでみて分かったことっていう、まあ、シリーズになるのか単発になるのかちょっと今の時点では、決めかねてるんですけども、まあ、1年間継続してですねやってみて100万稼いだことについてお話ししていこうと思います。まあ、何が分かったのか、まあ、35歳から36歳で1年間継続したことって私自身一つしかないんですね。でこれが何かというとトップバズです。でトップバズを、まあ、35歳の2018年8月6日からスタートし、そして2019年の8月の5日まで1年間ですね、まあ、1年もう超えてるんですけども1年以上続けてみて、で継続したことによって、まあ、100万円という利益が出たわけですけども、じゃあ同じ35歳から36歳っていう、まあ、私の同学年同級生ですよね。で1年間、まあ、同じ期間について同じ期間で何か1年間続けたことですよねは他の人にあるのかなっていうふうに考えた時に、まあもちろんお昼の仕事ですよね。お昼の仕事、サラリーマンの仕事はもちろん続けられていると思いますけども、それプラスアルファで何かしら継続したことがあるのかっていう質問、もう一歩踏み込んだ質問をしたときに、1年間続けてきたよ、私はこれやってます、私もこれやってます、僕はこれやってます、俺はこれやってるんだっていう方っていうのは少ないんじゃないかなと思います。それがなぜ言えるかというと、まあ、これも統計なんですけども、まあ、1月ですよね、今年の1月、今年ももう7ヶ月が過ぎ1年半分以上終わってるんですけども、1月1日に立てた今年の目標、抱負、目標ですよね、をもうすでに1月15日になれば 85% の人が諦めているっていう統計があるんですよ。1月15日に、調査をして、あなたは、1年間の目標を立てましたよね、立てた人に聞いて、だいたい 85% の方は1月15日にはもうすでに諦めているという統計があるんですね。でそこからも分かるように、もう夢、目標を立てたとしても、まあ、もちろん三日坊主で終わる方もいれば、まあ、1週間で諦める方で、大半の方は、2週間も立てばですね諦めてしまうということが、まあ、統計的に分かってるわけなんですけど、まあ、1年間続けてみて分かったことっていうのは継続ですね。継続はのパワーというか継続の力は非常に強いっていうのがまず分かりましたね。めんどくさいんですよ、めんどくさい。でもめんどくさいことをやる、でさらに自分ができること、自分が簡単にできることをまずやることが大切だなと思いました。いきなりすごく難しいことを、続けろって言われても人間できないんだなっていうふうに思いましたね。でトップバズっていうのはすごく良くて、まあ、何がいいのかっていうと、
誰でもできるんですね。誰でもできる。動画を投稿するわけですね。トップバズというプラットフォームに動画を投稿するわけなんですけど、誰でもできるんですよ。パソコンがあれば、インターネットがあればっていう条件はあるんですけど、パソコンとインターネットって誰でもほとんどありますよね。ない方はない、絶対パソコンもいらないし絶対インターネットも欲しくないんだっていう方はちょっと難しいですけども、パソコンは家にあるよ、インターネットも、家に契約していつでも使えるよっていう方は誰でもできますね。誰でもできる。でちょっとしたノウハウ的なものを持ってればトップバズってすぐできるんですよ、うん、で誰でもできること、小学生でもできることをただただ1年間続けただけで、これ誰でもできることを続けたんですね。でも誰でもできることを続けることができる人っていうのはもう 85% 以上の方はできないってことですね。誰でもできるんですけど継続は 85% 以上の人ができないっていう統計が出てます。やれば稼げるって分かってるのにやらない方が出てくるっていうところですよね。これ面白いですよね。やればできるのに、やれば稼げるのにやらなくなるという現実があるんですね。トップバズでの稼ぎ方がわからないっていう方はちょっときついですけども、そこは情報をリサーチしていただいて、もちろんこの動画を見ていただいている方はトップバズでもすでに稼がれている方が多いと思いますし、今は高単価アカウントっていうものを作りづらい時期になっているかと思いますけども、それもリサーチで、誰かに教えてもらうとか、うまくいってそうな人、 YouTube、Twitter とかで探してですね、その人に質問してみることで解決していくことができると思います。そこにお金がいるのかいらないのかはその情報を発信している方によると思います。無料で教えていただける方もいれば有料の方もいると思います。はい、ちょっと話がそれましたけども、ちょっと話を戻してですね、時間は一緒なんですよ。時間は誰しも平等に与えられていて、1年間継続してきたことですね。でそこから分かったことは、本当に誰でもできることを、継続することで、なんて言うんでしょうね、結果は出る、結果は出ていく、因果の法則、原因であれば結果が出るということで、ぜひですね、習慣というものの力はもう何物にも変え難い、非常に強い力があるということで、ぜひ自分ができることを、誰でもできること、自分が本当に簡単にできることを続ける、これをぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、やってみたらですね、トップバズで100万ぐらい稼げましたので、ぜひ今からでも遅くはないと思いますし、まず継続してみることをもうお勧めしたいと思いますね。はい、では最後までご覧になっていただきましてありがとうございます。